ただ最近では男性の方も美意識が強くなってきていますので、女性だけでなく男性も要注目の一日ですね。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチさんりんです。今日もありがとうございます。昨日は月のリズムに沿った開運アクションの動画でしたので、当日のお知らせになってしまうんですけれども、実は本日5月8日から開運ビラッシュがスタートしています。今日は虎の日、そして9日10日は2日連続して一粒万倍日、さらに11日は土の富の日です。ということで、今日はこの開運ビラッシュの波にしっかり乗ってラッキーをたくさん引き寄せていただくためのお話をしていきたいと思うんですけれども、まずは各開運日がどんな特徴のあるラッキーデーなのかを分かち合いしたいと思いますので、最初におさらいしていきましょう。それからこの開運ビラッシュの期間に絶対にやってほしい開運アクション特別編、今日はこの2つのテーマでお話していきたいと思いますので、おめでたい気持ちでハッピーな出来事を引き寄せたい方は今日も最後までご覧ください。本題に入る前に、この開運ビラッシュのタイミングは幸せなお金や富と豊かさの引き寄せをマスターするチャンスですので、まだの方はサンリーサトシ公式 LINE と友達になってください。公式 LINE の方では YouTube ではお伝えできない金運の体質改善方法を余すところなく伝授しています。今年ももうすぐ半年が過ぎる頃ですが、年始から振り返ってみて、あなたの豊かさと自由のレベルは上がりましたか？公式 LINE で配布しているプレゼントを受け取っていただいて、真剣に取り組むことで最近お金の巡りが良くなってきましたとか、月収200万円を達成しましたとか、お給料が上がってゴールデンウィークは念願の海外旅行に行ってきます、そんなメッセージを最近立て続けにいただいています。次はあなたの番です。これを機に豊かさの引き寄せをマスターしたい方は、動画概要欄コメント欄から友達になってください。それでは今日の本題、開運ビラッシュの各吉日ごとの基本情報を簡単に解説していきたいと思います。まず本日の虎の日ですが、戦いの神様毘沙門天の縁日でして、特にお金にまつわる願い事に効果が期待できるということで、金運将来日とも呼ばれています。毘沙門天の使いが動物の虎とされているんですが、虎は古来中国から金運のシンボルです。虎の日は特に豊かさを循環させることを意識することが吉とされています。というのも、虎は足が速い動物で、何千キロという距離を一瞬で駆け抜けて、また一瞬で帰ってくることができるという話も有名なんですけれども、この虎の動きの通り、お金を使ってもまたすぐに戻ってくるという、そういう意味のある開運日なんですね。循環すれば循環するほど自分に返ってきますので、幸せも豊かさも自分だけに留めておくのではなく、分かち合う意識があるとより幸せを引き寄せることができると、そういうメッセージを投げかけている開運日です。この虎の日に運気を引き寄せるアクションとしては、支払い全般、契約、申し込み、投資、融資、そして大きな買い物、それから財布の購入や使い始め、クレジットカードを作るということ、電子マネーの開設、車の納車、マンションの購入など、大きなお金を動かすことです。ただし今は水星逆行中でもありますので、大きな契約ごと、大きな買い物、そういった大きなお金が動くようなことに関しては少し注意が必要です。いつもよりもどちらかというと慎重になるタイミングなんじゃないかなと思います。あと虎の日は遠出運が高まりますので、旅行に行くこと、旅行の計画をすること、そしてチケットの購入、帰省、出張といったような移動に関するアクションをすることもおすすめです。これも今水星逆行中ですから、移動のスケジュールは入念に確認して、旅先で突然のトラブルに巻き込まれないように注意して安全にお過ごしください。それから明日と明後日の一粒万倍日ですね。一粒万倍日は小さな一粒、小さな種が時間をかけて大きく育ち稲穂になるという意味の開運日です。この日には新しく何かを始めることで後々大きな実りを得られるということですので、これまでやりたいなと思っていたのに躊躇してやらずにいたことや、一度諦めてやめていた物事を再スタートすること、これが開運アクションなんですね。具体的には自分の理想の未来につながるチャレンジをすること、物事をスタートさせること、ビジネスを始めること、開業開店、転職活動、就職活動、仕事始め、新しい商品やサービスのリリース、銀行口座の開設、ホームページや SNS の開設、自己投資をすること、また金銀プラチナなど資産の購入、財布の購入や使い始め、寄付や募金、ボランティア活動、他にもダイエットや運動、定期健診といった体をいたわったり整えるのにもいい日です。あとは出会いの場に行ったり、お見合いパーティーに申し込んだり、結婚相談所に申し込んだり、告白、プロポーズ、あとは好きな人に連絡を取るですとか、デートをするといったパートナーシップや恋愛にまつわるアクションも良しとされています。そして最終日、11日が土の富の日ですね。土の富の日は巳の日の最強バージョンとされていまして、60日に一度しかやってこないレアな吉日です。
土の富の日は美の日と同様七福神の一尊弁財天の縁日で、金運財運アップ女性性開花美容運才能開花それから能力アップがテーマです。女性の神様ということで女性性開花もそうですし、自分が美しくなるための行動をとるとサポートが入るとされています。ただ最近では男性の方も美意識が強くなってきていますので、女性だけでなく男性も要注目の一日ですね。この土の富の日にやっておきたい開運アクションが、財布の新調や使い始め、財布の整理整頓や掃除、貯金をすること、投資やお金の勉強を始めること、新規事業やビジネスをスタートさせること、あとは水回りの掃除を徹底すること、髪を切ること、爪を切ること、そしてお肌や体のケアを念入りにすること、またおしゃれを楽しむといったものです。また創作活動を始めたり、 SNS で作品を公開したり、または作品をコンペに出したり、試験や資格を取るために勉強したり、やりたかった習い事を始めるといったように、芸術や勉学に関してもサポートを受けられるそうなんで、芸術関係のお仕事の方や趣味がある方はぜひ思い切り楽しんでみてください。そうすることで新しい自分の才能に気づけるかもしれません。では今日メインのお話ですね。今日からスタートした運気上昇期間を使って想像以上の引き寄せを起こすとっておきの開運アクションをご紹介したいと思います。この期間にやっていただきたいことは、いつもの逆、いつもの真逆、いつもと違うことをやってみるということです。人って変化を嫌う生き物なんで、無意識で生きていると同じような行動パターンの中で生活をしがちです。でも同じような行動パターンからは同じような人生しか想像できません。つまり無意識で生き続けると変化のない動きのない人生になってしまって、最終的に飽きが来て退屈な人生になってしまうということです。きっとこのチャンネルをいつもご覧の皆さんは、今よりももっと豊かになりたいとか、今ももちろんいい人生なんだけどさらに充実した人生にしていきたいと願われている方多いと思うんですね。もしあなたもそうであれば、今までと同じような行動パターンの中に収まらないでいただきたいです。よく僕もコンフォートゾーンの話や、コンフォートゾーンを広げることが人生飛躍の秘訣だという話をするんですけど、いつも変化のない行動パターンの中で生きるということは、そのコンフォートゾーンから出ないということでもあります。そしてコンフォートゾーンの中でずっと生き続けるということは、人生に変化がもたらされず動きがないので運気も巡ってこなくなります。運は動くことで引き寄せられてくるということを聞いたことはある人も少なくないんじゃないかなと思いますが、これは常に新鮮な気持ちでコンフォートゾーンの外に出ることで思いもよらない幸運に巡り会えるという意味でもあります。ワンパターンな生活リズムやいつもと同じ行動パターンのリピートが人生の停滞を引き寄せてしまうことがあるということなんですね。僕も定期的に年に何回かは自分がやらなさそうなことをやるようにしています。例えば僕は基本的に一人旅が好きなんで、年に10カ国以上は一人旅をするんですけれども、そんな中でも複数人で旅行に行くということもたまには意識してやるようにしているんですね。正直それが楽しいかというと、結構気を使うんで一人旅よりは楽しめないんですけれども、それでも何かしらいつも気づきがあったり、いい話がそのご縁からやってきたりもしますので、ちょっと面倒だな、腰が重いなと思ってもワンパターンにならないように意識してそういうことをやっているんですね。あと僕は個人的にスーツを着る生活が嫌いなんで、なので脱サラしてからは基本的にずっと毎日私服のラフな格好してるんですけれども、これも年に何回かスーツをビシッと着る機会を作ったりしています。本当にこんな簡単なことではあるんですけれども、そういういつもと違う行動パターンを取った時ほどチャンスに巡り合えたり人生の転機が訪れたりもしますので、不思議ですがこういうことはやる価値はあるなといつも感じています。ということで、この開運日ラッシュのタイミングでぜひいつもの逆、いつもと違うことをやってみましょう。いつもと違うメイクをしてみるとか、普段着ないような色の服を着てみるとか、あとアイテムを身につけるとか、いつものカフェじゃなくて高級ホテルのラウンジでお茶をするとか、逆にいつもミシュラン星付きのレストランに行っているような方は庶民的なお店にも行ってみるですとか、いつもと違ったルートを歩いてみるですとか、いつも買っているものとは別の種類やメーカーを選んでみるですとか、あとはワンランク上の商品を買ってみる、こういうふうにいつもは選ばない選択肢をあえてやってみてください。そうすることで今まで知らなかったワクワクに出会えたり、知見が広がったり、意外と感動したり、変化のなかった時には感じられないような感覚がきっと得られるんじゃないかなと思います。ということで、今日からスタートした開運日ラッシュについて分かち合いさせていただきました。開運日は自分自身を大切にする時間を作ったり、新しいことに挑戦することで運気を上げることができますので、このタイミングでやってみよう、やりたいなと思ったアクションがあったらぜひコメント欄で教えてください。そうそう、この開運日ラッシュが皆さんにとって有意義な時間になるように願いを込めて、4日連続で YouTube ストーリーにて全国のパワースポットの遠隔参拝動画をお届けいたします。公開スケジュールはこのようになっています。
それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ山林がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。